What did their kid、I、lack? はいみなさんこんにちはこんばんはおはようございますゆうすけ先生です今日はですねこの気と愛楽という言葉と単語漢字についてシェアしたいと思いますはい何でこの漢字選んだかというとですねこの下に書いてあるデーモンスレイヤーはいみなさん好きですかデーモンスレイヤーゆうすけ先生好きなので、まあ、漫画はもちろん見たんですけどはい新しいね アニメのエピソードもチェックしてますはいそこでですねこの「アイラクっていう漢字がちょっと出てきたので是非、えー、ねシェアしようと思って今回動画を作りました「はいキードアイラク。はい「喜怒哀楽」まずこれ全体を通してこのよ四字熟語ですね4つの漢字が並んでいる熟語四字熟語と言いますがこの四字熟語がどういう意味かというと、はい、エモーションズですね簡単に言うとエモーションズ はい、感情ですね、はい、なんでこれがこの四字熟語が感情という意味になるかというとですね、えー、4つの漢字がそれぞれ意味を持っていますはい1つ目が喜び2つ目が怒り3つ目が悲しみ4つ目が楽しみですはいなんで、えー、このね、えー、4つの感情がこう1つの単語になってるのでエモ、えーションズっていう形になってます、はい、英語に表すとこちらですね はい、ぜひね、覚えてみてください。で、さらにですね、一つずつ細かく説明したいと思います。はい、まず、喜び、上位ですね。はい、この絵の通り、喜び、喜んでいる状態です。はい、別の形にすると、喜ぶ、はい、be pleased,、uh, be g l a d はい、そういった意味になりますね。はい、二つ目、怒り、anger ですね。このハムスちゃん、ハムちゃんがこの、プーって、プーって怒ってますね。この怒る、uh, get angry っていう形です。はい。 3つ目が悲しみ、sorrow ですね、はい。別の形にすると悲しむ、m o m f o r ですね、はい。かなりですね、この悲しみっていうのはネガティブな、かなりネガティブな意味になります。はい、で、またですね、これ悲しい、be s a d l e っていう風な、えーえー、ものもあるんですが、この悲しいとこの悲しい、この2つの悲しいは意味が少し違いますので、えーまあ、先ほど正解 あの先ほど紹介したこちらのですね悲しみの方がよりちょっとディープなはいネガティブなはい m o r ォ h o とかねそういう言葉があるように、はい、よりネガティブな意味になるんじゃないかなと思います。はい、こちらも一応ね b サ、えード、はい、でで b サードネスですね悲しい意味になるんですけどここちょっと微妙にねニュアンスが変わってきますよっていうことだけ覚えておいてください。 はい。で、四つ目が楽しみ、アミズメントですね。はい。楽しむ、エンジョイ。はい。この、え四、ー、つの感情がですね、合わさって、喜怒哀楽っていう形になります。はい。例文見ていきましょう。ゆうすけ先生は、喜怒哀楽が激しいです。ゆうすけ先生は、 気度哀楽が激しいです、はい、意味はですね、ユうスケ先生、has emotional ups and downs。はい。喜怒哀楽が激しいよっていう、これ結構使うワードですね。はい。喜怒哀楽、がこれ結構使うフレーズですね。喜怒哀楽が激しいですね。はい。いつも、喜んだり、怒ったり、はい。泣いたり、楽しんだりしてますね。っていう人には、この喜怒哀楽が激しいですっていう使ったりしますね。はい。二つ目はですね、夫婦は、 はい。夫婦は喜怒哀楽を共にするものですと。はい。h u s b a n ワイ n d はね、えー、喜怒哀楽をシェアしますよと。はい。まあ、楽しい時も、えー、怒った時も、えー、悲しい時も、喜んでる時も、まあ、共に過ごしましょうねっていう、この一つのフレーズになるんじゃないかなと思います。はい。ぜひね、あの、この喜怒哀楽っていうのはね、結構日常会話とかでも、 えー、使う単語かなと思いますで、えー、よくねアニメとかね、えー、そういうドラマとかでも出てくる、えー、シーンたまに見ますのでぜひね、えー、覚えてみてくださいでデモンストレイヤーが好きな人は、えー、まだ見てない人も見てる人もね改めてこういう漢字をね勉強することによってより楽しめると思いますのでぜひこういったものも勉強してみてくださいでまたねあのアニメに関することとかいろいろねリクエストがあったらぜひゆすけ先生にコメントで知らせてくださいまたねー